します。どうも皆様こんにちは。初めてお目にかかる方がいらっしゃると思いますが、藤原でございます。ボロ儲けどこのもんじゃないよ。ボロ儲けどこのもんじゃないですよ。全部ソビエトが壊れたからね。別にクリントンがソビエト壊したわけじゃないわけ。ソビエトは自滅したのよ。そしたらそれに乗っ取っちゃったのがクリントンで、でよく反日反日って言われますよね。例えば中国反日だとか韓国反日だとか。何を見てます皆さん。世界で一番の反日はクリントンですぞ。昔から一番の反日はクリントンで、とにかく日本は気に入らないんだね。クリントン政権の8年からひでえもんでしたから。世界一の反日こそクリントンですからね。日本が一番意識してるんだよ。日本を目の敵にして日本に絶対負けないようにということで、全部日本包囲網でしょ。韓国も中国も。おいで、ね、日本抜きで全部やろうとしたんですよ。日本人はやっぱりね、あれなんだよ、利権に乗れないんだよ。独特なんです日本人って意思決定のやり方が。彼らの儲かるからやるよって話ではいかないわけ。儲かるから一緒にやるようになって動くのはね、せいぜい竹中平蔵とかね、あの程度の連中なんですよ。だからカスみたいなばっかりなわけ。世界は違うよ。もうね、今ここでアメリカの投資に乗らなかったらね、あと100年ね貧困が続くと。その国の一番優秀な人たちがですね、欧米の大学に留学して金融を学び、法律を学び、エンジニアリングを学び、で共に並んだ仲間たちがね、世界各国に散らばるでしょ。 学友がみんな連携しながらどん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 国づくりやってたんですよ。世界一流のその国の一番優秀な人たちが、ロシアもそうだよ、白ロシアもそうですよ。みんな世界で連携をして19世紀的なね、大貧困から脱却してまともな先進国みたいな国を作ろうとして駆けずり回ったのが90年代から2000年代のごく初めまでですよ。日本だけですよ。いや、そんなの関係ないですよ、こんなことやってたらね。だからクリントン大嫌いで、ね、日本のことちっとも乗らないし、その代わりだから日本は上からガンってやったんです。日本人と交渉しない、上から押さえつける政策だったんですよ。それが金融ビッグバンだし、だから日米同盟なんですよ。彼らが欲しいのは日本の金だったんですよ。日本の場所と金が欲しかった。サウジアラビアは欲しかったのは油が欲しかったんですよ。日本の金とそれからサウジの油、安ければ安いほど言ってますよ。だから日本の金利は低ければ低いほどがいい。サウジの油安ければ安いほど、よく90年代後半にクリントンたち言ってましたよ。それよ、乗らなかったからよ。クリントンの儲け話に乗らなかったからこういうふうになったんですよ。でところがね、やっぱ時巡りで、やりすぎて吹っ飛んでっちゃって、で終わりになっちゃうわけよ。でトランプなんでしょ。ずっとトランプが今言ったように全部ぶっ壊したわけで、民主党は防戦一方なんですよ。それでトランプ弾劾とか言ってみたら、結局ね、弾劾の要件上がったら全部民主党だから内部告発出てきて、民主党の方が金もらってたわけよ、ね、弾劾もなしでしょ。で今年ですよ、今年どうなったかというと、コロナですよね。コロナでトランプ大統領人気が暴騰したんです。あれ世論調査当時見ると分かりますがね、アメリカ人で危機になるとね、危機になると大統領人気がね急増するんです。だから3月以降ね、トランプの人気急増するわけ。そうすると2期目トランプになっちゃうわけ。どうにもなんないわけですよ。でその2月にね、さっき言ったその弾劾が結局無罪になって否決されるわけよ。で民主党はもう方法がなくなっちゃったわけ。でトランプの引き続きどんどんどん攻めてくるわけよ、ね、そのバイデンの息子の話も次々出してくるでしょ。だからもう要するに戦争への裏側の話をさ、これでもかとやってくるわけ。だから見てると軍とか CIA とかFBI のまともな連中みんなトランプついてるんですよ。彼ら正常化を持ってるからみんなトランプついてるわけ。ソビエトと同じで変なのばっかり集まってるわけよ。でも変なのったってさ、この人はすごいからね。でエプスタインのさね、あのなんかポルノ話もどんどん出てきて裁判になっちゃうでしょ。追い詰められて、で私は今回分かったんだよ。彼らいくつか策を練ってたんだね。一つは一番そのナイーブなやり方は、要するにこれでトランプはね一方的なやり方だから、だからあれはね国民から見放されるだろうと。さっきのロシア8月クーデターと同じよ。見放されるから青い波が起きると。青ってのはですね、民主党のですねシンボルカラーなんですよ。青い波が起きて大統領も上下両院議会も民主党圧勝だと思ってたんですよ、あれ本気で。だからさっきのソビエトと同じだったんですよ、圧勝だと。しかし奥の手として郵便投票による偽造を考えたんだろうな。あれ完全にも CIA のやり方ですよ。
完全 CIA のやり方で、あれだから郵便投票の偽造をやっとる人なんだね。でトランプの方もよく見てて、ですからその郵便投票出てきたから、だから最初からやるのって言ったでしょ。で今度はだからトランプの方は最高裁の人事に行ったんだよ。郵便投票でめちゃくちゃやった場合も最後は最高裁行くから、最高裁で否決したら終わりだから最高裁の人事取りに行ったんですよ。で互角のまま大統領選挙になって、最大の焦点はちゃんと投票した時に青い風が全部吹いて、大統領選挙上下両院選挙で民主党が圧勝だったらもうトランプは終わりだったんだ。だからそれはなんなかったんですよ。むしろね、1日目見て分かりますけどトランプ優勢なんで、あれにだから郵便票が入るんだけども、まあ当時ですから郵便票ってそんなに言ってるほど多くないですよね、各種の票を見てるとですね。だからまあトランプの勝利は揺るがないだろうぐらいなもんで、接戦だけどもトランプが勝つぐらいの感じだったです、今回の選挙はね。でそうなったらもういよいよお手上げよ。彼らだからいよいよ最終作戦で偽造票を出してきたわけよ、どん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 。私もいろいろだから自民党筋からも、自民党というかアメリカ筋ですね、聞いてますよ。バイデンというハンコついたのの票がどんどん出てきてんだって。で結局だからそんな形になって最高裁行くと、でトランプ側はやっぱりだから相当準備したんだね。私はそうだと思う、多分ね裏切り者をたくさん入れてあるんだよあれね。だからバイデンの息子のね、ポルノ話だってですね、あるいはそのバイデンの息子 の関係会社の人のねビジネスパートナーが、バイデン副大統領自身が中国とつるんでる、ウクライナとつるんでるって最後の証拠出してきたでしょ。あのトニー・ボルビンスキーって言ったらね、あの人はね民主党員なんですよ、バリバリの民主党員でね、しかもねアメリカ海軍のね大佐かなんか、大佐はね少佐かなんか使われる、すごいね将校なんですよ。しかもねセキュリティクリアランスを持ってる、すごい尊敬されてる人なんだよ。それが民主党はこんな悪いんだって全部証拠出していたの。理由は簡単だよ、金の分け前で揉めたんだって、バイデン決して金出さなかったんだって、それで怒って出したんだっていかにも民主党の人の割れ方らしいんだよ。でね、結局ね、そうやって崩れていくの、民主党がやってるやつは。全然昔したかったね。だ今回ともうちょっと見てもらうと、必ず出てくるから。で、トランプ側はなんかいろいろ証拠を持ってるらしいんですね。で、しかしね、話はそれで終わらない。